はい、こんにちは、レトルトと申します。60セカンズ実況プレイ始めていきたいと思います。今回、狙っていくのが、この画面中央にある戦車なんですけど、この戦車はね、周回プレイをすることによって、1プレイによって、戦車を見つけるっていうイベントが、1プレイに1回のみ起きまして、で、1回だけパワーアップさせるっていうイベントがあるんですよ。見た目がどんどん変わっていくんですね。初めは何の変哲もない戦車だったんだけど、戦車を見つけたらこのタイトル画面に戦車が出てきたんだけど、また次プレイした時には、鉄板を、戦車に鉄板をつけて強化するっていうイベントが次の家族で行われました。そしてまた、その次の家族では、大砲をつけました。真ん中にね、大砲をつけました。そしてその次の家族がこの今見た目がある、なんかスプレーかなんかで絵を描くっていう、今なんか撮ったな。その、どんどんパワーアップさせていって、まあ、どうやら6回目ぐらいのパワーアップで、この戦車で脱出するっていう、このリオートマイズズ、リメイク版で追加された新しいエンディングみたいなのが、見れるらしいんだけど、まあ、それをね、ちょっと実況外でコツコツやっていたらですよ、開始早々、まあ、生存1週間とか10日目ぐらいかなを、まあ、裏でやっていたらですね、起きたんですよね。あの伝説のイベントが。7日目。もう開始早々ですよ。はーい。これね、メリー・ジェーンさんがね、とんでもない化け物に生まれ変わったんですね。見た目のこれが可愛いけど。はい。こいつも、可愛いな。こいつもいろいろ。つけれんだね。もう、ほぼ乗ってないよね、これ。もうなんかね。ただ乗せただけ状態になってますけど。はい。とうとうメリー・ジェーンが、パワーアップしました。まあ、戦車の、イベントは、狙ってはいくんですけど、まあ、この周回だと戦車、完了までは多分いかないと思うので、今回ちょっと、最大生存、生き残りを、目指したいと思います。メリー・ジェーンが覚醒するためには、なんか雲に刺されるか、このなんか、この換気扇から緑色のなんか液体が出てきた時に、放っておいたりすると、直さず放っておいたりすると、まあ、なんか 5%、10% ぐらいの確率でメリー・ジェーンが覚醒するっていうことなんですけど、メリー・ジェーン最強なんでね。何か原因がわからなかったが、これは核戦争では普通の出来事なのだ、と無視することにした。今日は少ない体調がおかしいが、パイプのせいなんかじゃない。そうだと思う。これは一体どうしたんだ？メリー・ジェーンが横になった時は人の姿だったのに、今では姿が変異してしまっている。何が起きてしまったんだ？と。メリー・ジェーンの食料は、食事は少ない食料では賄えない。これね、メリー・ジェーンの覚醒後の特徴的には、まあ、ほぼ無敵なんですよ。サバイバルが後半になってくると、敵が攻めてきますが、メリー・ジェーンがいると、ほぼ倒してくれます。まあ、そういった意味で無敵なんだけど、あとね、喉が乾かないんですよ、このメリー・ジェーン。その代わり、お腹が空くのが、ちょっと早いっていうことなんです。ここメリー・ジェーンの、このアイコン変えてほしいですね。お腹が、その代わり、空くのが少し早いという。感じです。ちなみにこれあれですよ、早々にこいつを切り離したわけではなく、物資を取ってきてもらってるんですね。これラジオがないな。さあ行きましょう。これはかなり生き残れんじゃないかな。帰ってきました。おい、もうみんな元気ないな。みんな元気ない。空腹疲労だと外行けないんだけどな。まあメリージェン無敵ですけど、ここでは何も音が聞こえないと。探索へ出かける前に魔法使いらしき服をまとった変人のグループに出会った。彼らは、しきりにブツブツ交換を従っており、条件悪くないように思えたので、中へ招き入れた。ラジオを売りたがっていた。ラジオ今欲しい。ラジオある！悪霊に取り憑かれていて、魔王が帰ってくるとか、ボトルキャップと交換してくれた。ボトルのキャップとラジオ交換してくれたのか。食、これなんかガスマスクがなくなっちゃったか。食べ物持ってきてくれなかったのはちょっと痛いですね。もう一回誰かに生かすしかないね。うん。あげましょう。じゃあメリー・ジェーン無敵なんで、ちょっと生かせましょうか、外に。初めの方はメリー・ジェーンに行ってもらおう。目が覚めた時居心地悪かった。何かが見ているやつだな。これ斧でちょっとぶった切りましょう。
これをやっつけないと食べ物がスープが一缶減っちゃうことがありますね。メリージェン元気だな。クッキングパパみたいなシルエットになってるもんね。食べ物あげたのにまだ空腹だ。まだ大丈夫かな空腹、うん、スープ缶は大事にしていきたいから、今のうちにちょっと取りに行ってもらおう。はい、無敵なんでね、行ってもらいましょう。突然変異です。早めに帰ってきてくれよ。元気がない。疲労だと外に行かせられないので、食べ物あげようか。まあまだちょっと今回は食べ物ある方だしね。ちなみに最大生存日数を生き残るために、ちょっと悪いですが、このティミーさんには今後食べ物飲み物あげません。ごめんなさい。まあ、もうちょっと生かしておってもいいはいいんだけど、あげません。ティミーを切り離すことが、最大生存日数生き残る、コツみたいなもんですね。111日生き残りたいね。なんか実績が確かあったはずなんで、まあ、多分もうこれでティミーいなくなるかな。多分外に飛び出しちゃいますね。最後の仕事だ。ティミー、お前は電話を、に出てこい。こういうのに出ることによって、発狂とかがなくなります。ティミーいなくなりましたと。ごめんな、ティミー。水分をね、お前にあげる。その代わりお父さんとお母さんと怪物がね、怪物姉ちゃんが頑張って生き残るんでね。まあ、これは、チェッカーを使って、発狂を防ぎつつ、まあ、メリー・ジェーンは多分ね、帰ってくるはず。あいつが死んだりするのは、基本的に俺見たことないんで、まあ、食べ物がなくなっていなくなるっていうのはあるけど、我々にはラジオがあると。ガチャコン！なかなか帰ってこない。ちょっともうちょっと水分が欲しいんだよな。ちょっと不安はありますからね。あと食べ物もね、あのメリー・ジェーンが飯を食うので、ラジオのイベントばっかだな。なんか、いいイベントが起きてほしい。よし、ナイス！ナイス！疲れとかないんで、こいつには。頼もしいぜ！頼もしいぜ、メリーゼ！もう足のサイズとかもう、ボーンってなったんだろうな。立ってるもんね。この背筋よ。飢えてる、でも。食べさせなきゃ。メリーゼンがシェルターに帰ってきた瞬間は何より嬉しかった。グルブ、ドゥルルラー、ドゥルルラー。急に若元みたいになってるけど。グラッハハハハ！ドゥルルラーイ！ハーモニカイ！スープイ！水2個イ！もう語彙力ゼロになっちゃってんじゃん、もう。まあ、いいんだけどさ、持って帰ってきてくれたから。メリージェン頼んだぞ。味のない水はもう飽きた。ドロレスがコーヒーを求めている。本物のブルーアメリカンコーヒーだ。5杯飲んでもまだ眠気が覚めないあれだ。だがこの荒れ地のどこかにあるのだろうか。ドロレス行きつけのレストランは数ブロック先にあった。コーヒー探しに行くべきか。ドロレイ！頼んだぞ！ MJ。これはもう MJ がもう外に、あ、取ってきたのかな？脱水症状。あー、手ぶらだったか。残念。脱水を起こしてるので食べさせてあげて。まあちょっとお腹がね、すいちゃう、外に行った時になんかなったら困るので。これ、メリージェンだともう何も持っていけないんだな、そもそも。もう物を使うとかそういう脳がもうないんだろうな。でも頼もしいわ、本当に。こんなに頼もしいことあるってくらい頼もしい。これいけますぜ。ね、これいけますぜ、これ完全に。たださ、戦車を見つけてくるっていうイベントが起きないかもしんないな、これ。そこがちょっと、問題かもしれない。戦車をちょっとね、見つけてね、パワーアップさせたいんで、そのイベントを起こすためには、この二人に一回ちょっと行かせなきゃいけないかもな。そういうのもあるのか。早く帰ってきてほしいな。あいつブラーしか言わないから戦車見つけたみたいなイベントが多分起きないんですよね。あー、ドアはね、開けない方がいい。まあこれで発狂とかになる可能性もあるんだけど、ドア開けるとね、ろくなことにならないので、基本的に二人とも脱水症状ですと。まあ、これは、あれだね。脱出関係のイベントですね。ただ、最大生存日数を目指してるので、基本的に、誰が来ても俺は開けません。脱出はしない
気持ちでいる。送り主がわからない手紙を受け取った。アイテムを必要としている生存者がいるので、我々に協力できないか。これはね、脱出関係なので、今回脱出する気ないので、ちょっと助けません。帰ってきた！早いよ！頼もしいねこの笑み。ただすぐ飢えるな、やっぱ。ぐるぶる、ぐるぶる、ぐるしーぶしーまあ、頭おかしくなっちゃってんもんな、これ。いや、でも頼もしい。めちゃくちゃ頼もしいわ。飢えてるのであげます。飢えてるのあげますと。今回はお父さんお母さんに行ってもらおうか。あーダメ、これ物、これね、助けるべきだっつって入ったら強奪してくるんで開けません。まあ、メリージェーンがいたらね、なんとかなりそうな気もするけど、まあ結構周回プレイしてね、何がどれだけリスクがあるかとか、これは得するかとかもちょっとずつね思い出してきたので、うん、じゃあお父さんに行ってもらおうかな。で、死なないようにしっかり一番強い銃を持って行ってもらいます。頼んだよ。できれば戦車を見つけてほしい。もう対話ができないな、この親と子供は。教育ママなんですけどね。あー、これは猫ですね。カバンと、猫いらない。猫はあんま得するイベント起こしません。犬はまだマシなんだけど。空腹だね。さよならあげましょうか。弱点がね、唯一ね、腹ペコってとこだけなんですよね。お？なんだ、どうした、どうした、なんだこれ、ちょっと待ってね。たちの悪いミュータントのタヌキっぽい動物が毎晩のようにシェルターの玄関付近をうろついている。接近を試みたが、ドアを開けるとすぐに飛んで隠れてしまう。幸いにもスカウトブックがある。箱と紐で、あ、罠を作るってことか。スーツケース使っちゃおう。そんなに使わないんでね。さ、なんか意味がある行動だったのかな。あー、朝には罠をもう一度確認してみた。タヌキは川のスーツケースを引っ掛け噛みつき、大穴を開けて脱出していた。おかしなことに、壊れたスーツケースの中に物資を見つけた。動物の仕業なのか、我々がここに入れていたのを忘れただけなのだろうか。あ、でもカバンは壊れてないね。これは E 系のイベントでしたね。さあ、パパン、あ、戦車のイベント起きてる。じゃあメリージェーン、ブシューって言いながらちゃんと戦車は見つけてたんだね。なるほど。じゃあもうメリージェーン以外生かす必要はないね。戦車の関係のイベントはじゃあ起きることが分かりましたので、どうやら軍部の配給もほとんどトマトスープ缶とボトル入り飲料水のようだ。誰かがこれを死んだ戦車に残したというなら別だが、まあ、戦車の中に戦車を見に行って戦車を見つけるってイベントが起きて、その後に、まあ、戦車の中に物資ないかって見つけるイベントがあって、その後に戦車を1強化だけしようっていうイベントが起きるんだよね。で、その1強化が1サバイバルに1回しかできないので、それをね無駄なくこなしてはいきたいんだけど、なんかすかしてる。すぐ腹減んな。そこだけですね。さあ、テッド帰ってきた。病気、仕方ない。ただ食べ物と水はすごく潤ったかもしれない。で、銃をちゃんと持って帰ってきて、町の市役所は半壊していたが、その半分はまだまだ建物として残っていた。廃墟になってしまった同建物へ、調査へと向かった。無事に残っていそうな部屋の一つは掃除用具を入れておく物置だった。中にはバケツに入った水がモップに立てかけられている。我々はバケツを使ってボトルに水を入れ始めたが、洗剤の味がしなければいいのだろうか。神経過敏に聞こえるかもしれないが、誰かに後ろをつけられたのではないだろうかと。後ろつけられるイベントですね。そして車両のを見つけるイベントみたいなのもあれですね。これをこなしたので、まあとりあえずこれでテッドはもう何もしなくていいかな。うん、脱水症状になってる。じゃあメリージェンをまた外に行かせましょう。ラジオとガスマスク、あー、これは交換しなくていいかな。すっげーあるよ今、潤ってるよ物資。初の潤いですね。うん、これも病気もちょっと時間が経ったら治してあげましょう。もっと欲しいな、もっと。
前やった時はね、前調子良かった時もっといったからね。じゃあまだ今回はあげなくてよくて、メリジェン取ってきてくれ。で、敵が攻め入るようになったら、メリージェーンは行かせないっていう形にしましょう。メリージェーンは自宅待機で警備員として雇う感じで行こう。おいっと。勇敢なアメリカ兵が現れ、この惨状から救ってくれる日を夢見ている。残念ながらラジオで聞いた軍部放送通りならば、それはすぐには叶わないと。最寄りの丘に登り大きな音を出す。これで軍は我々の位置が分かるという。本当かよ。ハーモニカの音は結構か細いぞ。まあでもこれでもやった方がいいんでしょうね。まだお腹空いてんのか。突き当たりにある小高い丘に登り、有能なハーモニカで星条旗を美しく弾いてみせた。この愛国表現で兵隊を呼ぶことができると願おう。これまで呼び込むことができたのは驚いたミュータントゴキブリ数匹だけで、演奏を始めるなり逃げ出したと。まああんま意味なさそうだねっていうことが書かれてるな。そろそろまあじゃあちょっと使いましょうか。ん？ドアの階段にあったメモ書きに目を奪われた。指定された場所のアイテムを持ってきてほしい友よりとある。そんな友に心当たりないが、相手が誰だかチャンスでもある。これあんま持っていく意味ないんだよな。行かない。ただこういうイベントをこなすと発狂がね、する可能性が、減るので、お！あ、まあ、そうか、病気使ったわ。病気、自力で治したと思ったけど、そんなわけはなかったんだぜ。よいっと。お！いいね。今日商人を名乗る小さな男がやってきた。販売価格が安すぎて食っていけないと彼は言う。ね、悪い奴はみんなそう言うんですよ。これはね、カバンよりね、救急箱の方がいいので、これはいい交換ができましたね。カバンそこまで使える機会があんまないんだよね。物ももう持っていかないしね。ラッキー。さあこれでメリージェン帰ってこないとかなったらめちゃめちゃ困るんだけど、暗号化されたメモが玄関に残されていた。暗号と数字ばかりで手紙を読むには解読が必要だ。ドロリスはこのチャレンジに乗り気のようだ。まあ任せておきましょう。やってみてくれ。お、帰ってきた。言うのー。メリージェン主機。言うのー。ドロリスはすぐさま暗号を持って席につき、目的を持って着手した。かなり集中している。夜更かしする価値のあるメモであると願おう。ドロリスはすでに疲れて見える。まあ、ダメだったんだな。おー、とりあえず持って帰ってきた。ナイス。脱水症状。とりあえず飢えてるのであげましょう。メリージェン絶好調だな。テトとドロレスは最近あらゆることで口論している。今日の喧嘩は誰が角のバケツを始末するかだ。あれだな、トイレ用ってやつだね。両者とも自分の番ではないと言って聞かせる。どちらかが妥協しなければならない。だがどちらが、こういうのはお父さんが妥協するのがね、収まるんですよ。親父が妥協、これは仕方ない時代です。お、水多いね。ドロレスは自分の番であると認めたが、最近は少し気が悪い。テッドは気の毒に思って今回は引き受けることに同意した。そのお返しにドロレスはその晩テッドのジョークで笑ってやると約束した。大変微笑ましい。なんかうまくいった。よくわからんがなんかうまくいきました。水あげなくていいのは結構いいね。ただスープ感がやっぱ減っていくね。減りが早い。頼んだよ。もうほぼ調達部員ですよね。まあでも籠城するためにはできるだけ多くのあれが欲しいから外に行きましたと。上あげます。スープ今のはなんだ。あー、もうこれはねぶっ潰しましょう。運が良ければスープ缶一つと交換してもらえる。37日目、増えたかな。ダメだった。まあただ別に損はなかったのでよしとしましょう。ボロボロの迷彩服を着た女性を見て、なんとも荒々しい様子に驚いてしまった。これは雲ハンターですね。これも渡しちゃってもいいかもね。うん。なんか雲ハンター、なんだっけ、食べ物をめっちゃくれたりもするんで、水とか。脱水症状。今回は生き残るぜ。シェルター内で呼吸することが難しくなってきた。まあ、これはスカウトブックで、ノーダメで回避と。これ回避できなかったら発狂とかあります。病気とか。病気になりました。なんでや！
なんでな？ハンドブックを使って換気口のメンテナンスを行うことにしよう。ちゃんとやったのにな。蜂に刺されたって今書いてあったか。名人がね、救急箱を持って帰ってきてくれる可能性もあるので、もう早めに使っちゃおうかな。まあ、自力で直す可能性もあるんだけど、テッドは世紀末が訪れる前は、うまく近所付き合いをしていて、とりわけ角の別品、ジェニー・マクミランと仲が良かった。外での探索中に彼女と会ったこと、そして物資を分けてやると約束したことを報告しなかった。ドロレスはそれに不満のようだ。テッドはジェニーに物資をやるべきだろうか。これ大事な食べ物ですよ。ダメ！これは嫉妬ですよ。大事なのは家族ですよ。別品ではなく。ね。お！ああ、でも病気は治りましたけど、飢えてるな。何かを分け与える余裕はない。ジェニー、もういい加減にしろ。これは一週間外出した時に、島の水やりを拒否した見返りだ。ドロレスは気が済んだようだ。テッドも口ごたえを続けるほど、バカではないと。ダメですよ、もうこれ。言うこと聞いとき。あ、こっちじゃない。こっちですね。お、あー、ダメ。もう食べ物がね、スープ缶がいくらあっても足りないんですから、こっちは。150日ぐらいね、生き残ってやりたいわけですよ。まあ食べ物はまだいらないと。ラジオから軍のアナウンスが入った。軍はもう近くに来てるらしい。まあこれはちょっと行ってもらおうかな。一応心の余裕をね、持たすために一応軍のやつは解決できるようにして。頼もしいね、本当に。上帰ってきたら絶対飢えてんな。おー、カバン持って帰ってきた。スープ、水2個すごいすごいな、本当に。水は余裕だな。上はいっと、おい、どんどん行っちゃって。あー、そろそろ外が危なくなってきたね。まあ、まずはハーモニカ行きましょうか。いざとなったらメリージーンが何とかするんですけどね。これ43日目、空腹。ハーモニカはね、2回だけ防げるんですね、こういう時に。で、音楽で涙するっていうイベントが起きて、次は通用しないんだけど、この間にちょっとまだ行かせたい。まだスープ缶が頼りないので、もっと取ってきてもらいたい。で、自分を守るものがなくなったら、メリージェン外に行かすのはやめましょう。そういう流れで行きたい。ダメ。猫はいらない。うちはもう、ペット飼ってますんで。ね、化け物のようなペット。超有能ペット。飢えてると。はい、これあげて。スープ缶は減るね。カジノやギャンブル、その手のものはやらないことにしている。なので、ドアにいる男性がギャンブラーだったと名乗った時は警戒した。彼はゲームをしようと持ちかけてきた。我々が選んだトランプゲームで2本の水のボトルをかけようというのだ。いったれ！水は山ほどあるからね。楽しみましょうよ。さあ、勝ったのか負けたのか、どうなんだ？勝ったー！ふふふ、幸運の女神は我々に微笑んだようだ。そう、このギャンブルに勝ったのだ。彼は肩を落とし、約束の品物を差し出したと。イエー、プラス 6.75。 水で死ぬことはなくなったな。調査はしなくてよし、よろしい。いりません。怪我する可能性がある。今ちょっとね、怪我したらね、この救急箱がないんでシャレにならないので。ハーモニカ2回目、帰ってきてくれ。ハーモニカが多分なくなってますよね。また明日を生きることができるのだ。彼らは心を和らげる美しく悲しい音楽を作る試みは地獄のような不協和音で終わった。攻撃者は耳を塞ぎながら退散した。また戻ってくるだろうと。ラジオか、何も流れてこない。音楽も声も。あー、これはね、ラジオ壊れちゃうので、直す。あー、どうだ？やっちゃうか。いいでしょ。行っちゃおう。水飲みます。ラジオ壊れなかったね。これは運がいいね。まあ、ダメだったけど、ラジオは壊れなかったと。放射能まみれの荒れ地に出かけるのは決して賢明なことではないが、この生活には必要であった。あー、パンケーキイベントだね。お、帰ってきた。
戦車のイベントが起きないね。他のやつをもう一日ぐらい外出さなきゃダメだったのかもしんないな。まあ、今回は生存を目指しましょうか。我々の後をつけているものが何か、懐中電灯を使って確かめたけど、ワンちゃんだったと。そして食べ物1、水2と。できれば食べ物をね、多めに持って帰ってきてほしいものなんだけど、増えてると。まだ外行ける。悪党たちがうろうろしてるだろう。出会ってしまったら勝ち目はない。テッドとかドローレスが行ったらほぼ死んじゃう状態の外ってことだね。ダメ。お礼もいらない。スープ缶は特にダメ。はい、頑張って。食べ物あげて、また外に。まだ銃と、鍵と、斧があるので、3回分は防げるから、まだ大丈夫。まだ外に行かす猶予はある。これね。あんま起きてほしくないな。この間に取りに行かすしかないんです。スープ減ってきたな。あー、これね、最初は雷かと思ったが、それは誰かがドアを強く叩いてる音。これはね、軍とかが助けに来てるんだけど、俺は最大生存日数をちょっと目指してるので、外には行かせません。脱水症状ね、結構もうこなしちゃってるんだよね。もう軍の救助を待つ状態になってるので。近くの公園に小さなぬかるんだ池がある。なんてこった。釣り竿を持ってきていれば、古びたスーツケースで汚い水から何か釣れるだろうか。一応やってみましょう。食べ物増えるかもしれないから。あ、パンケーキ食べ物増えたか。どうだ。あー、これが増えたんだな。まあどっちでもいいけどね。後半になったらガスマスクってあんま役に立たないんですよね。あー、ワンちゃんね、仲間に引き入れるのもいいんですけども、どっちでもいいな。これでね、恩返しさせるためには一回救急箱を使わなきゃいけないんですよね。今救急箱ないので、助けれるっていう保証がないので、今はスーツケースは基本的に開けないと。ノック音とともに置いてあるスーツケースは絶対開けちゃダメですね。 30% ぐらいの確率で罠なんで。いや、 30% じゃない、 30% の確率ぐらいしか成功しないだな。植えてる。まだいい。あー、そろそろもう外に出れなくなったな。帰ってきた。お、でも食べ物持って帰ってきたね。斧が壊れましたと。ハーモニカとスープと水2個。ハーモニカ増えたからもう一回いけんじゃねえかな。ちょっと最大生存するためにはやっぱ何回も行かなきゃいけないから、もう一回いけんじゃない？あ、訪問セールスマンがシェルターにやってきた。彼のことは厄災前から知っている。チラシの束を持っている。アストロシティズンとかいうものに加入してしないかという勧誘してきた。このアストロシティズンね、間違って、たらあれなんですけど、シックスティーセカンズの続編にシックスティーパーソナルズみたいなのがあるんですよ。宇宙版の宇宙で宇宙サバイバル版のシックスティーカーズの続編があるんだけど、それに出てきた企業がアストロシティズンだったんじゃないかなみたいな。水ちょっとあげてみようかな。まあ、あんま意味ないですけどね、これ水いっぱいあるんで。まあ、その続編ね、日本語訳されてないので、まだできないんですが、もう日本語訳されたらぜひともやりたいとは思うんだけどね。太っ腹な我々は物資を分けた。彼はアメリカが軌道上に正常な宇宙ステーションを所有していると説得してきた。本当に多分これあるんだよな。まあ、水をただ損するだけのイベントではあるんだけど。もう一回頑張ってもらおう。いけるはず、間に合うはず。ハーモニカもあるしね。で、次帰ってきたらもう最後だな。さすがにもう外に行かせられない。ダメ。スープは絶対もうあげられない。いや、61日目ですよ。パッと最大生存ぐらいはいけそうな気はちょっとしてくるね。シェルター生活は人間関係をギクシャクさせるものだ。プライバシーなどという概念が存在しない今、わだかまりを解こうとしても、込み入った話には漏れなく野獣がついてくる。
ドロレスとテッドが静かに話したいようだ。さあピクニックでちょっとねよろしくしてきてください。さあこれあんまね得するイベントでも損するイベントでも多分ないと思うんだけど、荒廃した週末世界の公園にお出かけし、トマトスープの缶を分け合いながら、笑みやら愛のささやきやらを交わすなんていうものではない。少なくともテッドの記憶ではそうなっている。ドロレさんノーコメントだが、今日は二人とも機嫌がいい。きっとなんかよろしくやったんですね。ただめちゃくちゃお腹空いてますけど、この二人。あー来た、ハーモニカだ。頑張ってくれハーモニカ。このハーモニカなんか一回もう一回防いで、あーダメだ、ただなくなるだけか。不協和音パターンですね。外には出ない。さあ頑張れ、何日生き残れるか。とりあえず実績解除できるまで生き残りたいっていう気持ちがあるんだけど、荒れ地は驚きが溢れている。ドアの向こう側の人物がアイテムを提供してくれるというのだ。代わりに向こうは弾薬を求めている。弾薬ないんでダメですね。これチェス渡すと、ただチェスが取られるだけなんで、絶対得しないイベントなんで、弾薬持ってなかったらやる必要はない。水あげよう。ラジオ。まあ、今回発狂が起きないのが助かるね。ラジオがあるので、発狂起きにくいですね。植えてる。うん。はいっと。あー、銃。あーもうそろそろ帰ってきてくれないと。よし、ナイス。さあもう外には出すことはできません。食べ物持って帰ってきてないかな、これ。はい、あー1個は持って帰ってきたが、弾薬もう惜しかったな。さあここからは道場生活です。3人の、いやティミーというね人も昔はいたんですけどね、もう僕は覚えてません、ティミーという存在は。うちはね一人娘なんでね、地図を見せてあげたと。その代わり、斧をもらったと。まあ食べ物まだ食べ物あげようかな。数日間に及び静かな悪態の後、ドロレスはついに暗号を解読した。あれあれやってたんだ、衝撃。メモには、付近の秘密基地への道順が詳細に書かれていたが、ドロレスが一人で出向かなければならない旨も記されている。行く用意があるというが、罠であるという不安も。行ってみるか。罠、こんな解読してね罠だったってことはないでしょう。あ、行ったんだ。しばらく帰ってこないんだな、きっと。ドロレス頑張って。もね、危険な外だからな、普通に帰ってこれない可能性もあんじゃないかなって思うけどね。まだまだアイテムが必要だ。今日アイテムの数を数えてみたが満足がいく数ではなかった。なんとかしなければ。付近の建物には子供たちを助け世話している先生がいる。彼らは比較的無事だ。利用できるものは利用しなければ。そうだ、利用しよう、しようじゃないか。これ襲うっていうイベントなんだけど、これやるとね外がものすごく危険になって攻め入ってくるんだけど、メリー・ジーンが強いので攻め入っても勝てるんですよね。なので生き残るためには俺襲う。最大生存を目指すためには鬼にもなる。あ、なんか謎っていうロック解除した。やったぞ、帰ってきた。食べ物も増えた。うはうは。ただ手形とかが増えました。これでアイテムは補充された。しかし心は満たされない。このことは話すのやめよう。プラス4です。ドロレスが安堵した様子で物資を手に戻った。メモは旧友のペギーが書いたもので、ドロレスの他の仕事仲間だとシェルターで暮らしているらしい。ドロレス昔仕事してたんだ。テッドと結婚する前にしていた秘書職の類だという。彼女の当時についてはほとんど知らないのはおかしなことだ。愛するドロレスは秘密が多い人だが、その昔に一生の友情を築いたことは確かだ。この物資は必ず役に立つだろう。おー、いいイベントだったんだね。とりあえずで、まあ、空腹なんであげましょう。いや、もう外には出れない。お、あ、水か。足が5本もあるラクダらしき動物を連れた女性が訪ねてきたと。これはね、トランプはあるから、チェスを水1個に変えておこうかな。チャリーン。30回交換したら実績解除ですね。
脱水症状。水増えたね。これすごいよ、これ。11.5 あるもんね。スープがこんぐらいあれば完璧だったんだが。ちょっとこれ、何もせずに行ってみるか。斧もったいないから。MJ がいるから、本当だったら連れ去られるんですよ、一人。よし!本当だったら連れ去られんだけど、メリージェンが悪党に突っ込んでいき、奴らを蹴散らした時は我々だけではなく、奴らも圧倒されたことだろう。奴らのことが心配になっている。ナイス!これでもう安心だね。やられることはなくなりました。ほい。世界が焼け野原になる前は、この町の人々は互い仲良くやってきた。ああ、ジムじいさんね。まあ、この石をただね、買いながらほっこりするってだけのイベントなんで、これは別に受けようが受けないが、どっちでもいい。いや、これ生きれるぞ、マジでこれ。ああ、開けません。じゃあ、テンポよくこっから行っていこうか。これマジでいける。74日目。今回で一番じゃないの?どうだろう、100日行ったっけ。ドアは開けません、シェルターの中に逃げ込んでからというもの、出入り口以外のドアの存在に全く気をかけなかった。調べてみようか。まあせっかく懐中電灯があるので調べましょう。これはなんか物資が増える可能性もある。増えたかな。なんもなかったと。まあ別にいいでしょう。はいはいはい。あー、余裕余裕。メリジェン、やっておしまいなさい。強いぞ。かっこいいぞ。ああああああええそんなことあんの。メリージェンが行動を起こすと、様子が変わる姿を、すでに見たことがあったため、彼女は荒れ地をメラメラ照らす太陽のごとく怒り狂って敵に飛びかかった時も私たちは驚きはしなかった。しかし今回は彼女は奴らを逃がしはしなかった。彼女の姿は放射のまみれの地平線の向こうに消え、恐ろしい暴君たちを遥か遠くまで追いかけていった。え?彼女に会えなくなるのは寂しいが、うまくいけばまた向こうで仲間を見つけ、そんなあんの?これ昔無敵キャラクターだったじゃん。何パーぐらいの可能性でこれあんのかよ。マジか。終わった。これ予想外なんだけど、マジで。なかったよ、これ。過去作というか、リメイク前ではこんなイベント。あー、発狂しちゃった。手になんか作っちゃった。もうダメだ。おしまいだ。ベジータの気持ち。先日の物資集計をしていると、スープ缶が一つ足りないことは気がついた。昨日あったのは確かだ。考えられることは一つしかない。我々の中でスープ泥棒がいる。ならば犯人探しをするだけだ。もう発狂してるからこいつだろう、絶対。こんなに物資あんのにさぁ。間違いない、テッドだ。彼に違いない。すべて否認している。泥棒だけでなく、嘘つきでもあるか。怒ってんなぁ。くっそー、これまずいよ、これ。予想外の予備の弾薬。これ、弾薬がね、あれば、銃がもう一発撃てたりするっていうね。銃が一発じゃ壊れないって感じなんですけど、もうすでに銃壊れてるんで、あんま意味ないっていう。まずいな、これ。俺今余裕シャクシャクの気持ちでいたのにさ、まさかこんなことになるとはな。ひー、おの、斧でなんとか一回だけでも。ひぃ、82日目ちくしょう。食べ物とかあってもこれ意味ねえよ。これじゃダメなんだよ。お、水いらねえなあ。これもう水いらないっす。まあ、交換してもいいけどね、実績のために。81日目。いや、頑張って生き残ったのになあ。喉がカラカラ。ああ、キノコは食べない。食べ物いっぱいあるんで。ちょっともう悪党頼むから、来ないで。俺のシェルター、うちのシェルターのこと忘れて。帰ってきて、メリージェーン。頼む。発狂治って。お、一番嫌いなものリストというゲームをしたら、なぜか近所の住民の名前ばかり出てきた。そういえば、あのセコヨとかリビングに金庫を置いていた。何が入っているか気になっていた。今ならそれを知ることができそうだ。ただ、天敵の所持品を盗む大義をするのは誰だと。
まあ、嫌っている隣人がいるってことだな。これスープ缶とかが手に入る。病気になりました。悲しいです。ああ、これでも手に入ったのか。ちょっとこれ微妙だな。一時交換だな。ああ、外に出るのもいいが、俺は今回、何日まで生き残れるかをやりたいんだ。発狂。ドア開けなかったと。お父さん危ないな、これ。ああ、ちょっとこれ、やばいよ、これ。一人さらわれちゃう。あー、パパの方でよかったと思っている自分がいる。くそー。ちょっと食べ物とか、スープ缶1個でさ、なんとかしてくれるみたいなあってもよくない？悲惨な状況だ。アイテムは尽きかけている。いや、アイテムあるよ。自分たちのことだけを考えなければ助からない。近所にアイテムを保管しているシェルターを知っているが、そのドアは壊れている。シェルターの持ち主がまだ住んでいるかもしれない。でも、こっちの方が強いはずだ。お邪魔するか。もう、ほら、やってやれ！へぇ。バチコンやってやれ。もういくらでも俺はもう、悪の、あー発狂した。悪いことすると発狂するんだった。ハーモニカだけ。でも一回これ、守れる。もう秘密の地図。もうやれ、やれやれ。もう何でもやれ。生き残るために頑張れ。ハーモニカ一個ゲットしたから、これで一生存できるからね。植えた植えた。カバンを見つけました。よしよし。まだ、強盗は来なかった。できれば武器とか直してほしいな。ガイドブックを使ってね、壊れたものを直すっていうイベントもあるんですけど。よしよし。不思議な音がラジオから聞こえてくるが、重なるノイズに隠されている。少しいじって正しい周波数。まあ、やってみよう。発狂が治る可能性があるラジオ関係のイベントは。壊れたか？発狂治らず。ラジオも治らず。まあ、ダメでしたと。あー、来たー。ハーモニカで、内守り。あー、足りないな、100日まで、これ絶対。ちくしょう。ん？それが誰であったとしても、命運は尽きている。恐ろしい叫びが続いた後、ラジオが沈黙した。その前には、おののいた女性がフルネームと住所を述べていた。この町に住んでいたのだ。彼女の家を訪ねて価値のあるものを残していないかと探ってみる。まあ、死んだ女の人がラジオで喋ってて、死んだからもう奪っていいよねみたいなことだよね。このイベントは。あー、発狂。お化けドローレス。ん？近所から近くに小さなアパートが見つかった。中には制服や複数のローラーブレード、物資があった。一体がコーヒーの匂いで満ちている。そして制服はダイナーのウェイトレスが着るもののように見えた。キッチンの流しにあるコーヒー豆の山の下で、紙の束やアストロシティズンという会社との契約書が見つかった。女性は本当に宇宙に飛ばされたのか、何者なのか。アパートからいただいたトマトスープを食べながらでも考えることができるだろう。近いうちに彼女はそれを必要とするようには聞こえなかったのだからと。やっぱあれだね、続編の宣伝みたいなやつだね。あ、物資ですね。まあ、これいらないね。これも使うこと後半はないんで。フェアな後半言えてない。フェアな交換やばい、いろいろやばいよこれ。国内で、あーよし、お、あ、よし、これ交換しよう。うん、女の子スカウトが交換。これでちょっと一生存できるな。鍵束を一個ゲットした。よしよし、100日生存、なんとかなるか。発狂した。まあ、マジで予想外の出来事だったからな。まあ、失踪もあるね、ドロレスが発狂してるから。外に行かない。俺はただの生存を目指していないんだ。94日目。うん、お腹とかいっぱい、あれでしょ？お腹とかいっぱい食べれるんだから発狂直して。鍵。一回は守ったけど。100日はイキリいけたかな、これ。はいと。ただ武器がな、もうねえからな。ただラジオで発狂直すんだ、とりあえず。ペラペラペラ。発狂直せ。おお、元に戻った。発狂が治りましたね、ここに来て。ただな、
壁に貼っていた地図が突然落ちた。この部屋に何かいるんだろうか。地図の裏には金庫があった。よし、これはもうやるしかない。武器出てこい。ご先祖の銃、ご先祖の銃出てこい。何も出てきてないな、これ。あー、缶が出てきてたか。あー、ゴキブリはスカウトブックでなんとかして。いやー、武器交換商人出てきてくれー。あー、スープ缶をかけるギャンブル、もうやるしかねえ。ギャンブラードロリス、2回目の勝負。勝ったか。あー、四面楚歌マイナス2、イカサマしやがったなって。ひえー、終わりー。99日目にして終わりー。あー、100日行ってくれよ、どうせなら。あー、攻められた。めちゃくちゃ食べ物とかあんじゃねえかってなっただろうな。あんじゃん、あんじゃん。くっそー、ドローレスがあんな早くやられるなんて思いもしなかった。そんなことあるか。あんなドローレスもそんな無敵の存在じゃなくなっちゃったってことかな。アイテム調達成功、9分の9、すごいよ。あ、でも100日生き残ったってなってる。俺は100日生き残ったんだね。ただあれなんだな、実績は111日とかなんだな、きっと厳しくなってんのかも。はい、ということで、ドロレス覚醒イベントが起きました。まあ、ここまで生き残れるのはまあ結構頑張ったなと思います。前回からかなり、この実績的なの増えてますね。悪の側面これ襲いまくったらなりますね。で、これ今回獲得した旧友と再会するってやつであったりとか、あのなんか手が3つぐらいあるやつと協力し関係を結ぶやつとか、まあ、パンケーキが仲間になったりとか、このゴキブリが踊るってイベントであったりとか、軍から助けてもらうとか、あと、ドーキンスケっていうね、なんか謎のアパートみたいなのをね、を見に行くとか、そういうイベントとかもあったりするんですけど、これ40日の実績から次が111日なんだね。100日があってもいいと思うんだけど、結構厳しくなってんだね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。まあ、今回は結構、まあ、たくましいものが見せれたんじゃないでしょうか。まさかのね、ちょっとね、メリージェンが期待外れだったな。あのイベントが2回目の必然なのか、あの、攻めてきたやつを2回守るの必然なのか、ちょっとそんな感じもしたよね。1回も、あの、攻めていくやつ見たから、もう驚きはしなかったみたいなさ。それが必然だとしたらもう、最大生存するの結構難しくはなってきてるとは思いますが、今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。まあ、ほどほどに、頑張れたと思いますが、次こそは戦車関係のイベント見せたいと思います。